はい、お久しぶりでございます。また時間ができたんで講義を終わらせたいと思っています。咳の患者ということで今日の第2回目の講義になります。咳の患者さんが出てる時にどんなふうにアプローチをするかっていうのを、これ学生さんにおいても4回生になってたら基本的なところ分かってきてるはずなんで、うまく今までの知識を組み合わせて、で、レントゲン画像を読みながら、どのようになっているかっていうのを考えて、で、鑑別診断リストを作るっていう、画像所見から鑑別診断リストっていう、まあ、前回やったやつの応用編みたいな感じになります。毎回言うことですけども、仮診断をつけてください。だからどんな患者さんでっていう、これも前も言いましたが、本が出ています、教科書があります。どんな犬種にどんな病気が多いかっていうようなこと、これも大学にあるはずですから、それを参考になさってください。大事なのは病歴をしっかり取るっていうこと。これによって飼い主さんが何を気にして来られているのかなっていう、いわゆる主訴っていうのが何かっていうのが分かるようになります。で、さらに身体検査をする。咳の場合は特に誘発できるのかどうかっていうのが非常に大事になってきます。そこから仮診断がついて、まあほとんどの場合仮診断がどのようなものであってもミニマムデータベースっていうことになりますから、X 線検査と血液検査、尿検査からさせてもらう。で、それができるかどうかっていう、させてもらえるかどうかっていうのはもう本当に仮診断しっかり出して、その検査の重要性を飼い主さんに知っていただくっていう、そこが一番大事だと思いますね。で、それが終わった段階で、いや、まだわかんないな、となってくると CT 検査しましょう。気管支鏡検査をしましょう。今、COVID-19 が猛威を振るっていますけども、COVID-19 も CT を取った初期の段階で、特徴的な CT 所見が出るっていうのが、まあ、中国でも分かり、欧米でも分かっています。日本でも同じようなパターンで出ています。だからそういったことを使うっていうのは、人の場合ではね、麻酔も必要はないですし、取りやすいっていう面もあるんで、かなり送りをされてる。動物の場合、気管支鏡を入れるっていうと、大きなワンちゃんにならない限り、気管、チューブの中に気管支鏡を入れるっていうのは、まあ、ね、ちっちゃな猫ちゃん、小型犬では無理ですから。だからそういったところは、できないこともあるかもしれませんが、利用できるものもあると思います。それで最終的にいつも言うことですが、確定診断をつけて、それに対して根本的な治療を行う。これが基本的に大切な流れだと思います。で、実際まだ全てできるかっていうと、もちろん飼い主さんの経済的な事情でそれができないこともあるとは思います。だから私にとっては年齢的な部分、特に若いうちでも気管拒絶、気管支拒絶起こりますが、やはりちょっと年いった子になるのかなと。担当種における軟口蓋の主張、それから喉頭部分での異常、非常に多いですよね。だから喉頭部分のレントゲンっていうのも非常に重要になってきます。小型犬でよく見られる病気、大型犬でよく見られる病気、まあ例えば気管拒絶が大型犬で見られるっていうのはあんまりないですよね。だからそういったところも経験として積んでいくっていうのは非常に大事だと思います。飼い主さんと話し合うっていうこと、これが一番難しいところですね。だから僕は割とざっくばらんに聞けますから、こんな人間なんで。だから割と平気で飼い主さんもいろいろ言ってくれますけども。まあ大事な咳の期間っていうのは周期的に出てる場合もありますから、そこまで聞かないとダメですよね。去年の今頃大丈夫でしたかとか、一言聞くだけでいいですよね。で、薬飲んでいるかっていうのも、転移症例の場合特に大事ですよね。ただ残念ながら日本の場合は、人のようにね、お薬を出したら、こんなものが処方されていますっていうのをなかなか言わないですよね。これなんでですか？見られたら困る？失敗してた時に突っ込まれる？じゃあもうその獣医さんやめた方がいいんじゃないかと思いますね。
だから僕は大事だと思います。何を自分が出しているかを正確にどんな副作用があるかっていうのも書いて、紙に書いて渡すっていう。これもう確実に大事な、まあ人ではそれで1000円もらえるわけですけど、まあ、1000円の価値は十分あるんじゃないですか。間欠的に起こってるのか連続して起こってるのか、季節、先も言いました、季節性。ってなると、あれ、それから家の中がね、ひょっとしたら、カーペットを引いててアレルギーダニとかよくありますよね。大事なのは咳が湿性か乾性か、これも非常に大事です。で、飼い主さんが何を一番気にされているのか、主訴です。その主訴に対してお金を払っていただいてます。ですよね。だからこの点しっかりと理解しておかないとうまくいかないと思いますよ。飼い主さんの話をよく聞く。質問の仕方、咳はいつ頃からですか？素晴らしい。乾いた咳ですか？分かるわけがない。乾いた咳、濡れた咳、何ですかそれ。飼い主さんが分からないようなこと聞いても、ね、大阪のおっちゃん、おばちゃんやったら何それ、お兄ちゃんって言ってくれますけども、ね、東京の方だったら、いや、ありませんって言っちゃうかもしれないね、分からず。だから必ず飼い主さんが分かるように、聞いてあげないとダメです。だから誘導尋問で、はい、家の質問っていうのはできるだけ避ける。飼い主さんが自分の言葉を使ってお話をされるっていうのが一番大事です。咳の種類、乾いてるか、濡れてるかっていうことですけど、まあ、まあ、気管支炎なのか、肺炎に行ってんのかっていう、いわゆる肺胞まで行ってんのかっていう、そこの違いが乾性か湿性かっていう、まあ、ざっくばらんに言うとですよね。違うかもしれないですけど、大体はそうです。で、咳の頻度、圧迫されとっても咳出ますし、感染、いわゆる気道が炎症を起こしとっても、ね、排水腫で水が入っとっても咳は出ます。だから咳っていうのは、何か特定なものでこんな咳が出るっていうわけでもないんで、だからしっかりと鑑別診断を作るっていうのは大事。急性なんか慢性なんか、これ非常に大事ですよね。だから、しっかりとお話を聞いとかないと、飼い主さんは今あることをおっしゃいます。今日あること。今さっき起こってること。だから、こちらが聞いてあげないとダメですよね。一週間前大丈夫でしたかみたいな。あるいは、咳いつ頃っていうのは、もう今出てるの分かってますけど、どれぐらい前からですかねとか。そういうような話し方でいいんじゃないですか。持続的に起こってる、間欠的に起こってる、非常に大事です。特に間欠的っていうと、アレルギーなんかよく起こるパターンだと思いますからね。触診により誘発するか、特に気管炎が起こってる、気管虚脱の場合なんか多いですけども、それから肺音、喉音、特に喉頭、ここの調子、されてますか？これね、4回生で、これから5回生で実習入りますよね。その時に喉聞いてみてください。喉でヒューヒュー言っとったら、これおそらく喉頭の異常があるっていうことです。喉頭炎っていうの結構ある。特に歯が悪い子とか、喉頭の炎症ってよく起こってますからね。あるいは喉頭麻痺っていうのも結構動物ではあります。特に犬ではよくあります。だからこれもしっかりと見とってください。特にこの気温が上がってきました。上がってきますもん。そうなると余計にパンティングしますから、そうなると咳も出やすくなると。仮診断の次に来るのはいつ何をするかですけども、仮診断で十分に説明して、飼い主さんによく分かっていただいて検査をする。だから咳だからレントゲンだけど、咳だから一般状態見る意味での血液検査。ね、大体老齢の子なんで腎臓系大丈夫かで尿検査。これも絶対やるべきことになります。ね、だからそこの部分しっかり覚えておいてください。濡れた咳しとって雑音聞こえたら排水腫やと。ちょっと違うかも。なんかお金ない方で試しに治療してくださいやったらそれでもいいかもしれんけど。いや、もっとしっかり見てほしいっておっしゃってるんであれば、レントゲンは取るべきですよね。彼氏だからの絞り込み、ミニマムデータベース、まず取りましょう。咳を起こす病気以外の病気、しっかり見とかなか。例えば10歳の子やったら他の病気もあるかもしれん。ね、だから私としては、他の病気をチェックする意味でも、特に腎疾患、肝疾患、代謝性の疾患で、いうので、しっかりとミニマムデータベース、いろんな検査をさせてもらうっていうことですね。初診時に高かった、次来へんで、
大阪の昭和の話ね。もう今昭和じゃない、平成も終わって令和に入ってますね。だからしっかりとした仕事をする。でそれが高いが嫌やったら他の病院もあるかもしれないね。そういうことに上手な人がおられたらそれでもいいです。でもね、なかなか一般ですぐに習得できる技術ではない、聴診にしても触診にしても。だからやはり検査っていうのは必要になると思います。次の患者さんにとっては大体慢性化してるんで、長期処方ができるかどうかの全員評価をするっていう意味でもミニマムデータベースは大事です。胸部レントゲン異常があるかどうか、ね、どの臓器が異常か、例えば心臓が悪いのか、肺やったら肺のどの範囲で、どの分布で起こってるかどうか。で、それを取っとくことで、明日、明後日にもう一回取った時にどう変化したかっていうのが比較できる。素晴らしい。で、鑑別診断リストを作って、次どんな検査するか、あるいは次どんな治療をするか。ということも理解しやすくなる。各検査の再評価っていうことで、ルールイン、ルールアウトをして、鑑別診断リストを作ることによって、どこの異常なんかな、咽頭、後頭部分の異常なんか、あるいは上部気道、気管、気管支ですね。それから下部気道、いわゆるもう肺胞まで達してるのかどうか。っていうのを鑑別診断として、それをしっかりと、ごめんなさい、検査結果として見ていくというのが大切ですね。だからレントゲンの意義っていうのはすごくあります。呼吸器ありましたな、鼻腔があって、口腔もあって、喉頭があって、気管、気管支、再気管支で肺胞です。ね、分用してるのも覚えてますよね。右と左と分用の違いがあるっていうやつね。そういうのもしっかりと見ておく必要があると思います。ね、これ副用書いとらへんのちゃう、ね、普通は右に副用があるっていうのな。左の場合は前用、前部と後部。僕らの時代はね、左中用で習いましたけど、こう分割して出るのは前用と後用だけなんで、で前用、前部、前用、後部っていう形で左。これまあ本当やったらレントゲン反対やから、左を左で見ないんで、左を右で見ますから。だからいわゆる相対してるようにしてみますからね。でもこれ逆にしといてよかったな、ごめんなさい。さあ、鼻腔の役割、鼻腔は大きな異物を除去します。だから鼻腔界があって、そこにいっぱいこう渦巻きの中で大きなもの通らんようにしてくれてます。大きなもの入ったくしゃみがしますね。鼻粘膜がしっかりついてます。だから血管供給もしっかりしてます。だから鼻血もよく出る、その通りね。でも動物の場合はそんなに鼻血出ません。だから動物の場合鼻血が出るっていうと、やっぱり腫瘍みたいなのが起こってんじゃないか、あるいはまあカビ症ですねがあるかもしれんっていうような感じ。だからもう本当に鼻出血っていうのは非常に大事な初見に臨床症状になる。気管輪がありましたね。だからこいつのせいで気管虚脱が起こってしまう。いうのが一つの問題です。で、まあ、年いってきたらどうしても軟骨も弱くなってきますし、それからこういうような間膜っていうのも弱くなっちゃうんで、どうしてもこうフラットになってしまうというのことがありますね。で、気管支の場合、気管支輪という形で、輪ではないか。気管支で軟骨みたいなのがあって、そこからどん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 小さく再気管支になったら、もうそういう組織はないかもしれません。肺胞につながっていくっていうことでしたよね。だから再気管支、大事なのは何か言うと、ここら辺で自律神経の神経支配が出てくる。だから特に猫ですけど、猫ちゃんの場合は喘息がある。喘息っていうのは気管支の問題、交感神経、副交感神経の問題も絡んでくる。これ人と同じですよね。動物は面白い。猫ちゃんは肺っていうのが非常に重要な組織っていうか、器官になりますね。ワンちゃんとは違います。ね、ワンちゃんの場合だから気管支炎はあっても喘息っていうのはないですよね。肺胞の構造としてはもうこの辺になってくると僕もよく分かりませんけども、血管もありのリンパ管もありの間質って言われる部分、これ4回生大事ですよ。もう5回生6回生になってきたらテストモードに入っていくことになるわけやから、国家試験見据えるとこれ間質がどんだけあるか、これめっちゃ出しやすい、比較解剖学として。人はいりません。
と動物言うても犬猫とほぼ一緒なんで、ね、犬猫よりもちょっと間質が発達してます。だから人の場合は間質肺炎みたいなのがありますけども、動物の場合ほとんどないです。ね、間質は発達してない。あ、動物の犬猫ね、僕の場合。でも牛、羊、馬っていうと間質めちゃくちゃ発達しと。だから面白い。これ、馬でなんか手術、肺の手術しよう思ったら立位で鎮静かけて、で極まで、で胸開ける、ありえへんな、動物、あ、小動物やったら。でもそれが可能なんですよね。間質しっかりしてるんで、反対側の肺縮まないみたいな。面白い。肺胞の細胞の中で大事なタイプ2細胞、表面活性剤を出してくれて、で肺胞が膨らんでるという状況を作っているということです。だからこういうのがやられてくると、肺炎なんかでやられてくるともう真っ白になっちゃう、液体が溜まっちゃう、あるいは虚脱してしまうみたいなことが起こってくるわけですよね。咳のメカニズムでしたよね。だからこれ反射みたいな構造です。肋間筋、横隔膜の急激な収縮があって、肺胞内圧を急激に上昇させて、これで呼気でボンと持っていって異物排出する。これ咳ですね。だから咳が起こってくると、気道の刺激がある場合、例えば圧迫があると、あるいは気道の炎症が起こっている、喉頭の刺激、さっき見ました歯が悪い子なんかよくありますよ。重毛に付着した異物、肺胞内に浸出物が溜まってる、なんかクリアしたくなるみたいな、そういう感じで咳をしていきます。乾いた咳、濡れた咳に分かれていきます。咳に関する隣国、先ほども言いました、慣性のもんっていうのは機械的刺激が多い、喉頭から肺までの間のどっかなんやけど、湿性になるとほとんど肺胞がない。だから末梢で起こってるっていうことですよね。上部気道、喉頭、気管、気管支、肺胞、そこまで全部考えてください。で、病態からです。感染からも起こる。機械的な刺激からも起こる。こういうのを、レントゲンの先生言っても意味ないんちゃうのって思うかもしれんけど、こういったところを狙うのがアメリカの授業。アメリカでは基礎的なことっていうのは、病態生理学として非常にしっかりと教えてくれます。なぜか、医者としての基礎だからです。ね、だから感染が起こると炎症が起こる。炎症が起こると水も出てくる。だから肺胞に溜まったら咳しやな、しゃあないみたいな。わかるよね。結局、虚脱、気管支虚脱、周期管支虚脱が起こってくる、気管虚脱、周期管支虚脱が起こってくる、あるいは気道内に異物が入る、まあ、咳したくなる。その通りです。腫瘍ではあんま起こらん。何でか言ったら、腫瘍が閉塞するのは、気管支部分になってくるんで、それほど大きな圧迫にはならない。機械的刺激としては毎回毎回なんかするんじゃないから、例えば左心房が超でかくなって拍動ごとに周期管支をボン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 圧迫すると、これ動的な刺激になりますよね。そうなるとやっぱり咳は出てくると思います。感染の咳、こんだけ取ってください。喉頭の側面像、胸部の右下で吸気、呼気、左下で吸気、これで肺腹像、犬の場合で、猫の場合は腹肺像、結構取るでしょ。これぐらい撮影しないと正確な診断っていうのは出てきません。姿勢の場合は右下、左下、犬やったら肺腹、猫やったら腹肺っていうのを、なんで猫腹肺や、なんでか言ったら猫ちゃん肺腹で取ると、うつ伏せで取るとこれちっちゃくなっちゃう、そうしたら肺が見えない。だからこう足引っ張って、肺膨らまして取ってやった方がいい。ワンちゃんはうずくまっても肺が縮むってことはないです。胸腔が縮むことほとんどないんで、たまにいますから、たまに、っていうか僕はまあ、もう腹肺膨れを取ることがほとんどですけどね。
こういう形で撮影します。で、曲がったらあかんよ。ローテーションのない綺麗な写真を撮影してください。レントゲン検査の限界、喉頭の炎症、喉頭麻痺わからん。ただ音聞いたらおかしいな。喉頭部分の陰影で上がっとって音聞こえる、ぜいぜい言ってる、まあもう思いっきり口開けて中見るか、喉頭鏡入れるか、どっちかになる。ね、内視鏡検査っていうのも非常に重要になってくるな。こんな感じ？うまいな。骨質層がほぼほぼ重なってて。第一、頸椎、貫椎やね。の凹凸器がほぼ重なってる。軟口蓋が見えて、喉頭蓋が見えて、亀裂軟骨が見えて、これ石灰化してますけど、輪状軟骨が見えて、こっち側向きに甲状軟骨があります。これ舌骨が今見えてるところですよね。どんだけ見えるか、あんま見えんけども、でも結構そこそこ見えます。この子はちょっと軟口蓋腫れてるかな。普通は喉頭蓋上っかいに乗ってほしいんやけど、これちょっと長めかな、この子。だからこの子は軟口蓋過張症の可能性があるかもしれませんね。一般的には何も見えないんですけども、何の念のために取りましょう、みたいな。僕はもう軟口蓋の厚さっていうのは絶対見ときたいし、食道臨場器かなんかの場合も飛行してくる。これも咳してる子とか、嘔吐してる子とか、結構問題があります。ね。こんなもありますわ、これ。ゴルフボール飲み込んだ子。めっちゃ詰まってますよ、かわいそう。ね、早く取ってあげてください。手入ってあげませんよ。こんな、何の意味があるのか知らんけどね。これも昔僕が大阪で休憩やってた時に、誰かこんなんと取って裏に捨ててあったやつを掘り出してきたんですけど。こんなん、こんなん取ってあげません、こういう写真はね。まあ、鼻腔鏡、喉頭鏡、僕は鉱石鏡でやってましたけど、今はもう 2.7 ミリの軟性鏡がありますから、軟性鏡の方が絶対安全です。鉱石鏡はやっぱり、ね、硬いからね、傷つけたりすることも結構あるんじゃないかと思います。まあ、こういうような、検査器具っていうのは高いですけど、まあ、あると、いろんな検査ができるかなと思いますね。気管の異常、気管内異物っていうのは非常に難しい。ついこの間一例やったんで、あれどうなったんかな、先生言ってくれないんで、あれだけど、もうあんなでかいの見たことないみたいなやつが入ってたような気がするんで、で今も多分手術は終わってるのかなと思いますけどね。気管拒絶はよくある。だからタイミングが問題なんで、呼吸中と吸気中ね。大事やよ、これ。みんな間違ってる。最大吸気、最大呼吸で取ろうとするからダメです。今吐いていってるとき、吸ってるとき。一番楽なのは口をちょっとこう、閉じさせる。そうしたら大体息深くなりますから、それでやるっていうのが大事。もうめちゃくちゃ拒絶。で、大事なんここ。これ今めちゃくちゃ拒絶してんねんけど、こっちがめっちゃ開いてる。この子は、気管拒絶と同時に、周気管支拒絶もあるんで、なかなか止まらない、咳は。何をやろうが。今やったらステントとかいろいろやってるみたいですけど。まあ何をやっても周期監視拒絶はなかなか治らないんで、この子はもう厳しいかなと思う。左心房もこんだけ大きいんで。これ左心房めちゃくちゃ大きいから。だからこうなってくると、咳は止まらないと思います。吸気中、呼気中っていう形で、胸腔が陰圧になるから、吸気中は胸腔気管が拡張し、頸部気管が拒絶。さっきやね。さっきの症例なんか、こんな感じ。これがもう典型的な最大吸気ぐらいで撮った写真になりますね。呼吸中の場合はどっちかというと陽圧かかるんで、胸腔気管が拒絶してくる。で、特に大事なのは、周期管支拒絶が見えやすくなります。例えばこれ、難しい。単に重なってる、軟部組織重なってるだけかもね。っていうのは、こんだけはっきりと気管自体は見えてるようなんで。だこういうのは難しい。だから、吸気呼吸でしっかりと確認してください。
ね、ひょっとしたら全くもって偽の重なりによる機関拒絶っぽい感じなのかもしれません。では9コピーで取りましょう。以上です。第2部に移ります。